おはようございます。スリコー TV です。これね、タックルベリーね、久しぶりに行ってきたらなんかね、いいものがいっぱい売っていたんで、ついついね、買ってきてしまいましたっていうことで、ちょっとね、早速見ていきたいと思うんですけど、まずはねこれ、部品もあって、このね、ジョイクロマグナムのね、エイムスのスペシャルカラー、この白カラーだね。これ結構綺麗じゃないですか。まあ、使ってはいるみたいなんですが、フックサークルも全然、まあなくて、ピカピカの状態のものね、これがまずね、中古で売っていたので、買ってきてました。何気にね、ジョイクロマグナムってね、新品で買うとね、なかなかなお値段なんで、ちょっとね、まあ新品でない時は買うんだけども、中古で見かけたらね、ちょいちょいね、追加しておきたいなっていうルアーなので、タイプ S のね、エームスと、コラボレーションカラーのこの白カラー、これがね、売っていたので、まず買ってきました。それとね、これね、初めて買ってみたんですけども、じゃじゃじゃーん、これメガバスのですね、アイスライドの 262T ってやつですね。これがね、結構まあじゃあ買おうかなっていうね、値段で売っていたので、ですごいこれもね綺麗なんですけど、まだ開けてないんですが、開けてみるとね、こういう専用のケースについてるね、アイスライド 262T って書いてありますが、こんな感じ。あ、ね、部品もついていて、これどっち、あ、こっちが上かな、これをこうつけるっていうこと。はい、こんな感じでね、買ってみました。いや、気にはなってたんですけども、まだね、一個も買ったことなくて。で、以前ね、友達がね、これ、出たばっかりの時に買って、で、霞水系とかでね、これ、バッシャーン、バッシャーンってね、投げてたの、すごい覚えてるんですけども、その時はね、まだね、いや、俺はいらないかな、使いこなせないかな、ちょっとでかすぎるかな、とかね、こんなサイズだからね、まあなんかすげえルア買ってんな、ぐらいに思ってたんですけども、近年、ね、最近ね、ほんとシーバスのこの白パターンとかね、よくやるようになったら、このサイズ感ありだよな、っていうのも、これね、買った、ね、ジョイクロマグナム、ね、これがね、小さく感じてくる瞬間とかがあるんですよね、本当に。そんな、まあ、毎度毎度ってわけじゃないんですけども、あれ、なんだろう、このサイズでも、やたら当たりが多くてね、あとね、ダウズスイマーなんかでも去年いっぱい釣りましたけども、これよりちょっと大きいのが投げたいな、思う瞬間があるんですよね。で、ガンクラフトでもこのね、尺腕とここの間っこのサイズとかなんかテストが繰り返されてるみたいですけど、まあちょっとね、いつ出るかわからないのでっていうのも、でもってこの尺腕とかもね、買って投げてみてるんですが、まあサイズ感でいうとこんな感じなんですよね。尺腕だといくらなんでもやっぱちょっとでかいかな。でもジョイクロマグナムですげえ食いが立ってるよなっていう時に、そういえばメガバスでその間っこぐらいのボリューム感のやつなんかあったよなっていうのがね、この 262T なんですよね、アイスライド。で、いい状態のものがあったら買いたいなと思って今回ね、買うことができたので、まあまあその他にはね、これは現役バリバリで使ってるね、ジョイクロマグナムですね、重りとかも貼ったりして。まあ、こんな感じでいて、ジョイクロマグナムもね、実はね、今この1本しか持っていないの、他ちょっと壊れちゃったりしたので、綺麗な状態のものがあったらまあ何でもいいから買っときたいなと思って、で見つけたんで買って、でまああとは例えば大きなルアーで言うとね、バラムね、バラムは300なので、まあここら辺になるのかな、どうですかね、こんな感じにサイズ感ね、なってきますかね。はい。
ねえ、こういう感じでなんかちょうどよくないですか、こう並べてみると。そんなに無茶じゃないなっていうような感じがするかななんて思うんですけど、まあここね去年ね実はあの結構投げて、まあ錆びてるんですけど、まあちょっとね魚自分かけることができなくて、でこれもねあの去年も頑張って投げたんだけどね、釣り上げることができなかったっていうね。またね2020に期待な人たちと新規で仲間に入ってもらった人と、まああとはねこいつですよね、コードネームバス。これもね、ちょっとね、シーバスでいけないかなと思ってね、いっぱい投げてね。で、確かにね、魚の寄りはね、すごい良かったし、何回かかけたんですけどね、まだあの、船の上までには上げられてないということで、まあ、こんな感じか。ね、ボリューム感的には。ここにね、デプスのギラギラ攻撃なんかもね、増えてくるのかななんて思いますけど、今年、出るかもよみたいな感じでアナウンスされてましたからね。まあそんなところも楽しみなんですが、まあとりあえず直近で手に入るところでいくと、でここら辺もねちょっと一昔前のルアーだから中古とかで見つけることができればね比較的買いやすいのかな。今回ね5000円近い感じかな、そんぐらいの値段で買うことができました。でジョイクロマグナムはね確かねこの綺麗な状態でね、4000円前後で売ってたんで、これもねちょっと買っとこうかななんていうことで、はい。というわけでまあ今日はねこの2本なんですけども、特にねこのね今まで気になってたけど買ってなかったアイスライドの 262T っていうモデルですね、これを買ってみたら、あやっぱりねこのちょうどこの間っこぐらいの印象だから、これねで竿はね投げる竿いろいろこつい竿ね電ごっついのよね、いろいろ集まってきてるんで、竿は大丈夫だな。リールもねちょっとね新規で購入しようと思ってるパワフルなリール1台考えてるので、それで投げれたらいいななんていう風に思ってますけども、まあねこの2つね中古で売っていたんで買ってみました。まあこんななんだでっかいのばっか並べてさ、本当に釣れんのかいななんて思うかもしれないのに、実はね去年撮るだけ撮ってねアップしていなかったですね、まあこの白パターンとは何ぞやみたいなね、動画がありますので、まだね公開してなかったね、なんでこういうルアーを買うか、こういう釣りが あるからですよっていうね、そんな動画見ていただきながら、終わりたいと思います。はい、釣り子 TV でした。よっしゃ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 、でかいぞでかいぞ、出したねマッチ、もうでかい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 、あっち行くなあっち行く、ビッグでっかい。7あるのか、もうちょいあるかなと思ったけどね、7、7、3とか7ぐらい。ナイス、おいっす、いつものジョイクロできたそうです。おっしゃ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 おしゃ、タモマッチいく、俺ミスれねえなと。あバラバラでかい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 。ナイス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 。ナイス。もう当たった。ジアイジアイ。いいよ田中さん。投げて。カメラが回ってるぜ。頭か。これはもうバラせない。おっしゃ、ベイビーサイズ、子供ちゃん、あーちっちゃいね、最高。はい、ダウズスイマーで生後サイズ、こういうサイズもね釣れちゃうってことでね、本当エサルアーなんですけども、あー
いつも通りの P65 でこんな感じで30センチ、まあ40センチぐらいあるかな。じゃあね、逃がしてランカーを狙っていきますよ。ありがとう。おった？やっぱ沖だね。あやっぱキブイのラインだけなんだな。でも頭こっち向け、あー食った、食うようになってきたね。チャンスゾーンだぞここ。よっしゃよっしゃよっしゃ、オッケーオッケー、やばいぞ卵は。ちょっとあーどうしよう。はい、ちょ待って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 、どう思う、抜いちゃう、抜いちゃうか、ちょっとチャレンジしてみる。補助するね。補助、あ入らない、いっちゃう、よし、砕けとけとけ、抜くぞおっさんが。タモ行くか、イエーイ、腹太すぎ、腹太すぎ。これマグナム、ジョイクロマグナム、シーズン終盤戦にイエスだね。はい、マグナムにでっかいの来たね。ビン内ででっかいの投げ切った甲斐があった。70です。73、すごいラッカーではないか。でもそこ腹の太さがやばいね。これが終盤戦のゴンブトシーバスだ。よっしゃー行ってった。最高。